枠番抽選ではもう祈るように回してらっしゃいましたね。そうですね、残り物でしたけど、はいはい、よかったです。はい、1号艇となりました。まず今どんな思いがありますか？まあ、今日のレースの反省点を踏まえ、また明日にちょっと備えていろいろ考えるところが山積みだと思います。今日のレースはどんな風に振り返ったんでしょうか？まあ、完璧な状態でレースに臨めたので、仕上がりとしては良かったんですけど、ちょっと1マーク攻めすぎて、もう本当転覆寸前だったので、まあ、生き残っただけでも運が良かったなと思ってます。まあ、昨日はね、ターン周りが本当にいいターンができたと言ってました。やはりあのあたりの手応えですか？はい、そうですね、ターン周りの手応えは今日も感じてたんですけど、はい、もう内側4人がもうすごい完璧に回ってたので、ちょっと出番がなかったですね。特に直線も気になることはないですか？そうですね、強くはないですけど、はい、決して今日の感じでは引けを取る感じではなかったです。スタートはいかがでしょう？スタートがちょっと慎重になりすぎているので、まあ、思い切り攻めることはできないですけど、まあ、もうちょっと質のいいスタートを決めたいなと思ってます。明日は1号艇となります。はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、大チャンスが回ってきたので、チャンスをものにできるように精一杯自分自身追い込んで、いいレースをお見せしたいと思います。今日は4コースから07のトップスタートでした。そのスタートは今日どうでしたか？しっかり行けました。はい、スレッド付近の足、まあ、行き足から伸びという話をずっと伺っているんですが、うん、まあ、変わらなくなってきたという話でしたが、今日どうでした？この辺みんな全速だったら多分劣勢だったと思います。特訓の見え方は、はいはい、じゃあ椎名選手は全速では行けたんですね。はい、まあ、今日道中走ってみて、うん、船足自体はどうだったんでしょう？どうだろうな、まあ、悪くはないですけど、うん、そんな良くはないですね。はい、まあ、その良くはないけどいい部分っていうのはちょっとなかなか、うん、変化っていうのはないんですね。そうですね、うん、はい、じゃあ明日に向けては大事にしたい話っていうのはどんなところになりますか？まあ、たまりしっかりさせたいですね、うん、今日の感じで、うん、はい、ちょっとまたコンディションも昨日と今日で違ったようなんですが、そのあたりはそんな大きく変化はなさそうですか？いや、ガラッと変えていったんで。あ、そうなんですね、はいはい、じゃあまた明日プロペラ調整でという感じでしょうか。はい、さて2号艇となります。どんなレースを見せてくれますか？嫌いじゃないので、はいはい、しっかり、うん、しっかりどっちでも、はい、それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、頑張ります。今日は3コースから2着の成績でした。まずレースを振り返ってみていかがですか？まあ、今日本体やって、またプロペラもやっていい調整ができたと思います。はい、まあ、連日いい調整ができているというコメントを聞いているんですが、具体的な船足というのはどんな感じでしたか？少しずつターンのスムーズさと、うん、押し感と直線と少しずつ良くなっている感じがしますね。はい、今日は気温も上がって、そのあたりの調整というのはじゃあうまくいったんでしょうか？まあ、ギリギリのとこだったと思うんですけど、はい、うまくいってると思います。さてスタートの方はここまでいかがでしょう？まあ、今のはいい自分のタイミングで入れたんですけど、まあ、ちょっと遅かったんですかね。はい、まあ、コンマ16というタイミングだったようですが、そうすると明日に向けてはどんなことを考えてますか？まあ、また明日の気温に合わせてプロペラ調整するだけですね。はい、ここまで順調に来てますか？十分いい調整が、いい一日が過ごせてます。明日は3号艇となります。どんなレースをしたいですか？いや、もうどんなレースというかね、まあ、まずスタートしっかり決めて、あとはまあ柔軟に走ります。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日もしっかりやります。応援よろしくお願いします。今日はインから0級のスタートで押し切りました。なかなかプレッシャーも感じられたようですね。はい、でも振り返ってみていかがですか？まあ、セッティング的にはまずまずだったかなと思います。改めて今日が2走になったんですけど、船足的にはどんなことが言えますか？ターン周りはいいのかなと思いますけど、はい、スリット近辺はもう少し欲しいのかなと思ってます。はい、はい、まあ、今日は隣に菊池選手がいて、ちょっと菊池選手に比べるとという話もあったんですが、はい、でもご自身の体感としてはどうなんでしょうか？そうですね、自分自身の体感は悪くないです。はい、じゃあ明日に向けてはどんな調整考えてますか？はい、またしっかり合わせしたいですね。はい、特に気にしている部分というかポイントに挙げたい部分は、まあ、逃げみたいに
一人で走ることはないと思うんで、はい、しっかり道中競れるようにセッティングしていきたいです。わかりました。明日は4号艇となります。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、明日も明後日も頑張ります。応援お願いします。トライアルセカンド2戦目が終了いたしました、はい、まずは今日はどんな風に受け止めてますか。いや、まあ、自分が悪いんで人に迷惑かけちゃってるんでね、はい、申し訳ないと思ってます、はい、ただ直前はスタート練習も本当にいい練習ができたと話しておりました。そうですね、いい練習はできたんですけど天地が悪かったですね、うん、やっぱりフライングしちゃったんで本番ちょっと行ききれなかったですね、はい、道中の船足今日はどうでしたか。足はいいと思うんですけど、うん、1コーナーがちょっとなんだろうな、なんかあんまり良くなかったんで、うん、はい、まあ、そういうのが全部悪い方向出たと思います、うん、じゃあ思ったよりもちょっとレースに行くと課題があったわけですね。いや、まあ、調整じゃなくて自分の技術だと思います、はいはいはい、じゃあ明日に向けてはどんなことを考えてますか。いや、まあ、大勝負にはなったんですけど、うん、足は裏付けはあると思ってるんで、はい、思いっきりレースするだけです、うん、自分のレースがしやすい船足だというお話もありました、はいはい、そのあたりは変わってないですか。そうですね、明日5枠ですけど、はい、十分勝負できる足だとは思ってます。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、ちょっと迷惑かけてしまって、申し訳なかったんですけど、一応自分としてはまだ、勝負諦めてないんで一生懸命明日しっかり大勝負します。今日は部品交換もありました。レース行ってみていかがだったんでしょうか。はい、今日が一番話は良かったと思います、はい、まあ、前件から比べると本当徐々に良くなっているという話でしたが。あ、そうですね、はい、かなり船足自体は、上向いてきていい仕上がりになってきたのかなというふうに思います、はい、改めてどんな船足か教えてください。そうですね、特徴はないんですけどしっかりとバランスが取れてレースができる感じになってます、はい、そうすると明日に向けて調整の方は何か考えてますか。しっかりと回転調整をして、うん、本番レースにパチッと合わせれるようにという調整になると思います、はいはい、昨日は悔しい思いもありましたが今日はレースに向けてしっかりレースできましたか、はい、まあ、そうですね、やっぱしっかりできたかというとやっぱりそうではない部分も大きいんですけどやれることをやるしかないので、うん、はい、しっかりと、そこはしっかりと自分の仕事をやっていこうと思ってます、はい、それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、残り2日間、精一杯頑張ります。